どうも皆様、こんばんは。マヤです。さて本日も深夜の雑談のお時間がやってまいりました。今日も適当に喋っていきたいと思います。何喋っていくんですかみたいな感じやけど、今週はね、ちょっとネタがなさすぎるわ。っていうかさ、今週、この雑談2回目やからね。火曜日かそれぐらいに1本出したからさ、その分を今日持ってきたらよかったんやんっていうね。その辺何も考えずにやってるから、ネタがなくなってきたぞみたいな、喋るネタがね。まあ喋る話題はなんぼでもあるんやけど、一応ね、この、私のチャンネルはこれ、ゲーム実況チャンネルやから、だからその、雑談するにあたっても、まあゲーム関連か、もしくはパソコン関連か、パソコン周辺機器とかね、まあ、そういう関連の話をね、雑談でしていきたいんで、まあ、その辺でネタをね、ちょっと探ってるわけですけれども、今週は本当なんもないわ。本当になんもないわ。朝起きて、スチームストアを見るわけですよ。これね、ここに、リリースされたゲームが、ここね、すべての新作ポチッと押します。そうするとね、つらつらつらーっとゲームがね、出てくるわけですよ。これ、ものすごい数やで、毎日毎日。ちょっとゲーム、カテゴリー絞って、1月の14日だけでも、ほらほらほら、20本ぐらい出てるよね。これをね、毎日毎日チェックするわけですよ。上質のクソゲーはないか、みたいなね。そんな感じで、はたまた、何か面白いゲームはないかなみたいな感じで毎日チェックしてるわけですけれども、今週は本当に何もないわ。全く興味がそそられる、あこれいいなっていう、まあ、そういうゲームすら全くないね。そういう状況で、どうしようみたいな、そんな感じですわ。何かね、一本対策ゲームがポンと出てくれたら、まあそれだけでちょっと雰囲気がね、何と言いましょうか、いい感じの雰囲気になってね、ちょっと盛り上がってもくるんやけどね、最近ないよね、全く。どうしよう。ネタがないぞ、みたいな。そんな感じ。さあ、何喋っていこう。この雑談に関しては別に台本があるとかさ、そんな全くないからね。何喋っていこう、みたいな。まあ、大体喋ること決めて、録画ボタンポチッと押すんやけど、喋ることね、今週は本当にないからどうしようみたいな感じでめっちゃ焦ってるんよ。でもとりあえずもうちょっと時間遅なってきたから録画ボタン押しとけみたいなね、そんな行き当たりばったりなんで、まあまあちょっとね、そんな感じで適当にやらせていきたいと思います。何喋るかわからんけど、さて、クソゲーをね、とりあえずちょっと探したいんよな。ここ最近ちょっとクソゲーのペースが落ちてきたからさ、やるゲームないんよ。でさ、クソゲーはなんぼでもあるけどさ、やっぱ上質のクソゲーをね、探していかなあかんわけよ。このね、ここ、これ、グッドボタンついてるんやなくて、バッドボタンっていうの、ディスライクボタンっていうのかな、なんちゅうのあれ。あれがついてるゲームを探していくよ。これね。で、チェックして、あ、このクソゲーやったら面白そうやなっていうのを購入して実況するっていうね、そういう流れで毎日チェックしてるんやけど、このクソゲーもぐもぐのさ、回を重ねるごとにハードルが上がっていくわけよね。なんかもう面白さを求めてしまうから、クソゲーの実況やのに面白さを求めてしまうっていうね、おかしなことになってきちゃってるから、ちょっとこれ一回リセットした方がええんちゃうみたいな、なんかそういう感じにちょっと最近思ってるわけですよ。どういうことかというと、もともと本来、まあ、原点は、まあ、クソゲーをひたすら文句言いながら実況するっていうね、まあ、それだけのコンセプトやから、別に面白さを求めるとかそういう感じじゃなかったよね。小獣とのようにブツ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 文句言いながら実況するっていうね、そういうコンセプトで始めたんやけど、毎回毎回ちょっと面白さを求めてしまうよな。だその結果、どん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 ハードルが高くなっていって、で、そのクソゲーを厳選せなあかんようになってきて、挙句の果てにやるゲームがなくなってくるっていうね、
まあ、自分で自分の首を絞めてる状態になってきてるから、ちょっとこれ一回リセットして、ちょっとまたね一からやり直すわ。じゃないともうこのまま続けるとやるゲームなくなってくる、マジで、っていうね、ちょっと最近危機感を覚えてるわけですわ。はい、っていう感じやね。はい、うん、なかなか難しいなみたいな感じ。さて、私のライブラリーを見ていきましょうか。うん、もうここ最近やってるゲームといえばディッソナード2、そしてエルダースクロールズスカイリム、うん、そして、フォールアウト4、もうほぼこの3本やね。このベセスダゲーム3本をローテーションして実況やってますからね。5本ぐらい欲しいよな、やるゲーム。それをちょっと1週間で回すみたいな感じが一番ベストなんやけど、ちょっとやばいなっていうね、ネタ切れ感がちょっとやばいなみたいな、そんな感じなんですけど、アストロニア、これもさ実況やってたけどちょっと最近やってません。で、一応ね、なんでやってないか、このゲーム面白いんやけどね。で、まだ動画5本ぐらいしか出してないから、もうちょっといろいろやりたいことあるんやけど、ちょっとね、あまりにもフレームレートがガタガタすぎてさ、カクカクなんよ。もうそれがちょっと耐えれないから、ちょっとね、今休んでます。なんち、まあ、PC ゲームやってる人はみんな、多分、同じ考えの人多いとは思うんですけど、やっぱね、フレームレート出えへんかったらもうやる気なくなっちゃうんよね。カクカクやから。もうカクカク言うほどカクカクでもないんやけど、なんかね、フレームレート20、もう今これ20とかそれぐらいしか出えへんから、フレームレート20。あの、施設増やしていってさ、テザーでいろいろつなげていったら、もうカクカクガクガクやで、もう。もうそれでちょっとやる気なくなっちゃってね。ちょっと今寝かせてる。あの、アーリーアクセスのゲームやからさ、まあ、今後の開発でパフォーマンスの方もね、改善されていくとは思うんで、まあ、しばらくちょっと寝かしといた方がいいかな、みたいな。そんな感じなんでね、ちょっと実況をね、今中止してます。で、ゲーム自体面白い。この完成がね、ものすごい期待できるゲームなんで、まあ、そのフレームレート出えへんっていうのもね、アーリーアクセスやからしゃあないんでね。まあ、それに対して別に文句があるとか、そういうわけじゃないんよ。そういう文句とかそういうのはじゃなくて、とりあえずね、この、なんちてかな、高い金出してね、ゲーム PC 作ってさ、まあ、20〜30万かかるからね、PC でゲームしようと思うと。その20〜30万の金払ってゲーム PC 作ってさ、それでフレームレート、ゲームやってフレームレート20しか出えへんとか、ちょっとね、イラついてくるんよな。なんだかなみたいな。だから基本的にはもう最低60、ここのラインだけはもう絶対守ってほしいみたいな、そういうなんちゅうかな、ラインがあるんよな。だからもうフレームレート出えへんゲームは基本的にやらないっていうね、感じなんで、ちょっとね、このアストロニア面白いんでね、とりあえず、パフォーマンスの改善、それ待ちかな。だからフレームレート出えへんからもうやめたとかってそういうのじゃなくて、とりあえずアーリーアクセスのゲームやから改善待ちで、改善されて、まあ、その上でいろいろコンテンツもね、完成に向けていろいろ追加されていくと思うんで、まあ、そうなったらね、また実況の方再開していきたいと思います。面白いよ、やれることいっぱいあるから面白いんやけどな。ちょっとその辺のパフォーマンスがね、厳しい。もうフレームレート20でやってると、もう目がしょぼしょぼしてきてね、結構疲れるんよ、やってるだけで。で、多分実況見とってもフレームレート20やったら見てて気持ちのいい映像じゃないと思うんでね、しばらく休みたいと思います。はい、まあ、いろんなところでね、この雑談のためにアンテナ張ってるわけなんですけれども、 Twitter とかさ、2チャンネルとかでいろんな情報をかき集めて、で、その上で雑談していこうっていう風な感じで、一応アンテナ張りつつ、情報収集はしてるんやけど、ほんとね、今週は何もないわ。任天堂スイッチが発表された。それぐらいしか知らんでも。ツイッターとか見とってもそればっかりやもんな。ね。
だからというかさ、あの任天堂スイッチってあれ売れんのかな、あれ誰が欲しがるんっていうね、そういうちょっと疑問は、あのあれやで、別に悪口、あの任天堂の悪口言ったら怒られるからな、あんまり悪口言う、任天堂とアップルの悪口言ったら怒られるからな、あの悪口じゃないですけど、あれ誰が買うんかなと思って。だってさ、別にあんなんでゲームせんでもスマホでゲームできるやんかね。で今のスマホなんてもうものすごい高性能でさ、画面でかくてさ、解像度高くてさ、グラフィックも綺麗やんか。でスマホでええやんと思うよね。果たしてあのゲーム機を買ってゲームすんのかなっていうね、あれ素朴な疑問ですよ。ディスってるわけじゃなくてね、誰が買うんかなっていうね、そういう疑問がふつふつと湧いてきたっていうね、そんな感じしますわ。まあ値段は2万9000何倍だっけ、そんな 高いとは思わへんけどね、思わへんけど、でももう今小学生でもみんなスマホ持ってるわけやからね、みんなスマホでゲームすんのんちゃうんとか思ってしまうんやけど、しかもスマホのゲームってもう今無料のゲームが多いやんか、無料でできるゲーム多いし、それにどうやって対抗すんのかなみたいな、そういうちょっとした疑問がね湧いてきたけど、あんまり任天堂の悪口言ったら怒られるからちょっとやめとくわ。まあちょっと個人的な話をさせてもらうとすると、今週はね私の中でねそこそこの決断があったわけですよ。そこそこの決断、いや結構な決断やな、結構勇気を振り絞る必要がある決断があったわけですよ。それは何かと申しますと、ゲームとは関係ない話なんやけど、携帯をね変えようかなっていうね、そういう決断。なんやそれと思うかもしれんけど、なぜかというと、私はもう今はちょっとねだいぶ熱が冷めてしまったんやけど、そこそこのアップル大好き少年やったからさ、だからアップル依存度がめちゃめちゃ高いんよ。で、携帯もね、携帯というかスマートフォンもね、アップルの iPhone の 3GS でデビューして以来、もう iOS しか使ったことないんよ。アップルのね、iPhone しか使ったことないんやけど、そのアップル iPhone をいよいよ捨てる時が来たかっていうね、そういう決断、今週はね、そういう決断があったんですよ。ちょっと聞いてもらっていいですか、この熱い思いを。しょうもない話ですけど、ゲーム実況とかパソコンとか全然関係ないけどね、アップルの話やから関係ないんやけど、このね iPhone がちょっともう使い勝手が悪いというかね、まあ私の情熱がなくなってしまったっていうのが一番の理由なんですけれども、まあそれにしてもちょっとね Google との連携がねどんどんなくなっていってるよね、 iPhone って。昔はさ Google とかなり連携してたんやけども、ここ最近ちょっとそれがなくなってきたっていうか、ここ最近じゃないけどね、もうだいぶ前からそうなんやけど、もうずっと私もうゲーム実況してるじゃないですか。で YouTube なんで、まあ、Google なんですよね。だからどちらかといえばちょっと Google といろいろ連携取れた方が使い勝手がいいなっていう風な感じになってきて、 Android に変えようかなっていうような意識がちょっと前からあったんよね。でそれプラス iPhone 自体がちょっと使い勝手悪いなっていう風に最近思ってきて、でなんやかんやしてるうちに、私が、チャンネル登録してる実況者さん、実況じゃないな、 YouTuber の人が、まあ、とある Android の端末をねレビューしたわけですよ。それを見て、うわめっちゃええやんみたいな感じになって、でどうしよう、これ iPhone から Android に変えんの大変やなっていうね、そういう意識はあるんやけど、いやでもちょっともうぼちぼち変えた方がいいかなみたいな感じになったんよ。で何が大変かっていうと、まあ、さっきも言いましたけど、私 Apple 信者なんでね、まあ、要は Apple デバイス、 Apple の製品っていうのを結構買い漁ってるんよ。だから今までもう Apple の形式でいろんなものを保存してきてるわけなんですよね。だから一番初めはまあ iPod Touch とか iPod Classic とか、そっから始まって、
まあ、音楽ファイルはすべて Apple の Apple Lossless というね、そういう形式のファイル形式で保存してるわけですよ。で、iPod Touch、iPod Classic、で、iPhone、で、iPad も2台ぐらい持ってるかな。で、他、MacBook Air、で、iMac っていう風な感じでね。で、iMac を母管にして、その母管で、数千曲の音楽ファイル、そして数千枚の写真をね、管理してるわけなんやけど、これね、もう iPhone 捨てるとなると、もう iMac、っていうかもう iMac もいらんのよ。もう画面割れてるしさ、まだ動くんやけど、もうこの iMac がちょっとね、性能低いしさ、遅いしさ、もう立ち上げんのも2、3分かかるっていうね。言ってもあれやで、そんな古ないで。まだ2、3年前の iMac やから、2、3年前の iMac やのに、もう立ち上げに3分ぐらいかかるんよ。今時パソコンの立ち上げに3分かかるってどういうことやねんっていうね。まあ、iMac ってでかいだけでさ、中身ノートパソコンのパーツやから、めちゃめちゃ性能低いんよ。まあ、それがちょっともうね、ちょっと辛いなって感じ。で、もうほぼ iMac は立ち上げてないんよね。たださ、音楽ファイルと、もろもろのファイル入ってるからさ、それをさ、で、その音楽ファイルに関しては、Apple 形式で保存してるから、それを取り出して別に持っていこうとなると、要はそのファイル形式を全部変換し直さなあかんのよね。じゃないと他の機器で再生できない。Apple 製品でしか再生できないコーデックやから、これがね、どうしようみたいな。ただもう iPhone を、Android に変えるんやったら、もう iMac もいらんようになるからね。もうその数千曲の音楽データも捨てなしゃあないかな、みたいな。これがね、ちょっと、私のね、決断ですよ。うん。まあ別に捨てる必要はないけどね。まあ iMac 置いときゃええだけの話なんやけど、うん。ちょっとね、どうしようかな、っていう。で、その音楽に関しても、ね、iMac を母管にして、そこから音楽データも iPhone に送って、で、その iPod Touch とかにも送ってるからね。だから、携帯端末で音楽聴こうと思うと iPhone が必要になってくるし、Apple 製品が必要になってくるんよ。それを Android に変えちゃうと、それが聞けなくなっちゃうからね。要は、Android に変えるイコール、その音楽データも捨てなしゃあないなっていうね。まあ、捨てることはないんやけど、諦めなしゃあないなっていうね。そういうことに なるから、ここがね、もうすごい決断。どうしようみたいな感じになったわけなんやけど、もう今週ね、うん、ゲーム実況もあんまはかどってないでしょ。あんま上がってないでしょ。それはなぜかというと、この iPhone を Android に変えようかどうかっていうのをね、ずっと悩んでたわけですよ。しょうもなと思うかもしれんけど、うん。しょうもなと思いはるかもしれんけど、それぐらいね、ちょっと、うん。あまりにも暇やから、そんなことばっかり考えてたっていうね。まあ、そういう一週間でした。そしてさ、もう決断したからね。もう明日か明後日ぐらいに、ちょっともう iPhone 捨てて、Android、中華端末、中国の端末ね。それちょっともう買おうかなと思って。そんな感じですわ。まあ喋るネタがないからちょっと iPhone の話しようかなと思ったけど、Apple の悪口と任天堂の悪口言ったらもうちょっと怒られるからね。あんまりちょっと言わん方がいいかもしれん。Apple のあの字も出さん方がいいよ。たださ、私も昔信者やったからね、かなりの Apple 信者やってんやけど、もうやっぱこれ宗教も一緒やけどさ、熱が冷めるともう全く興味がなくなるっていうね、面白いもんですね。あんだけ情熱的にもう iPhone 以外考えられへんみたいなね、そんな感じの Apple 大好き少年がさ、まさか Android に変えるかっていうね、そんな感じですわ。いろいろとね、昔のことを思い出しながらね、この iPhone をね、これ半分に折ったろかな思って、バキー折ったろかな思ってね、
考えてます。この iPhone を半分に折る動画撮ったらそこそこ再生回数稼げるんちゃうかみたいな。 iPhone と iPhone ないっぱいあるで、机の中 iPhone いっぱいあるわ。で iPod Touch もあるよ、いっぱいある。で iPad もいっぱいあるでしょ。それ全部金槌で全部叩き壊すとかやったらそこそこあれちゃん見てくれる人いてるかなとか考えたりね、まあ、やれへんけどね。さあ、まあ今日はねこんな感じで雑談の方終わりにしたいと思います。またね来週いろいろとね楽しいネタを仕入れて雑談していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ私の実況、基本的にね私のこのチャンネルは、ゲーム実況をメインにやってます。でたまにこの週に1回ね雑談もやってます。アップルと任天堂の悪口を言うね、そういうチャンネルではございませんので、もし興味がある人はゲーム実況の方をね見ていただければ幸いでございます。ってことで今日はこの辺で終了したいと思います。マヤでした。また来週。